ラッソのね、レベル3をやっていきます。ラッソのレベル1をやってる状態とか、まあ、もしくはもうすでに相手に立たれてる状態ですよね。ラッソの D クラッソで、まあ、腰とか踏んでコントロールしたいんだけども、相手に立たれてしまうと。で、レベル2に持っていくためには、ここで D クラッソを深く差し込んで、袖だとね、胸張られちゃうから、こういう感じね。まあ、襟に持ち替えて、キープしたかったんだけども、これがやっぱ間に合わなかった場合に、ここ、D クラッソが外れて、シャローラッソになって相手の頭が上がってしまう。で、こうなってしまうとレベル3とね、まあ、結構相手のポスチャーが高いことをレベル3と言ってます。まず一番初めにこれ絶対やらなきゃいけないことは、ディープラッソーの確保ですね。シャローラッソーのままだと、ここね、足が三頭筋のラインにこう引っかかってる状態。これは結構緩いですね。しかもこの手とか外れちゃったら、もう結構アウトなので、例えばここで相手が僕のね、左足で二頭筋踏もうか。左足で、ね、二頭筋踏んで、こいつ切ってくると。で、この足をね、こうさばいて、こっちサイドに抜けてくるなんて、まあ最悪なシチュエーションもあるので、結構こう、ここでシャローラッソで耐えてるならもうほぼ意味がないので、まず相手がね、こう胸張ってきちゃったならば、どうにかしてディープラッソを入れなきゃいけないです。で、やっていくべきは、まず1個目。腰蹴ってる足を支点に頭を入れて、深く巻き直して、ディープを確保する。これができれば OK。できない場合は、相手がこれでね、脇を締めて、まあ体重をね、こっちサイドに移動してくると。ずれて、この足がずれてしまったら、リバースクラヒーバー引っ掛けつつ、ディープラストを巻いて、再度腰に戻して、巻き直す。とかく、このね、シャローラストになってるのを、なるべくディープラストに戻すっていうのが第一手順ですね。で、これができたら、ディープラストができたら、やっとこそ攻めていけるので、で、ディープラストを確保できたら、一応ね、覚えておいた方がいいのは、まあ、三角締めね、まあ、唯一、このレベル2からレベル3の相手が頭が高い位置に、ね、仕掛けていい技かなと思うんですけども、D プラスを結構相手きついんで、まあ、こうやって頭が、ね、下がってる状態だと仕掛けやすいですし、そうですね、こういう感じに前に腰詰めて胸を張ろうとしてきます。で、この時にこっちサイド、キック作って、これ簡単ですね。ラストを外して腰踏んで入っていく。で、この時に少し体は横にずらしてください。で、三角に捉えて決めに行きますね。まあ、昨今ではフィリッペ・ペナがね、よく使ってるやつですよね。Dプラストで、まあ、相手の頭が落ちている時、まあ、もしくはこれを嫌って少しね、腰を下げてきた時に、キック使って外す。で、入れる。これはレベル2からレベル3の相手に対して、まあ、仕掛けていく三角締めとして持っておくといいですね。なかなか頭が、ね、下がってくることはないので、どうしようかってなった時に、こっちの足ニアサイドで逆サイドをファーサイドとしますね。まずニアサイドを取りに行くパターン、 D プラス層とこの腰蹴ってる足をね、支点に頭を内側に入れていきます。先ほどね、 D プラス層を巻きつける時に使ったムーブですね。これができたらこっちの袖の手離しちゃっていいので、こうね、足首のパンス取りますね。足首のパンス取ったら、ここからね、1個目狙っていくのが、バルーンスイープ、巴投げですね。こっちの方が痛いですね。相手がここで腰の下に足入っているので、このパンス作って、自分のお尻を相手のね、お尻の下に入れるように入ってきます。この時、足を曲げますね。で、こうですね。返して、上までいきます。シャローラストになっているのをディープに戻す。で、頭を内側に入れていく。で、パンス掴んで、お尻入れて。次ね、こっから簡単にできるコンビネーションとして、この足掴みました。まあ、アンクルグラブでもいいんですが、僕はまあ、パンスグリッププラス、ちょっと深めに巻くことをお勧めしておきます。で、掴んだんだけども、なかなか相手が浮かない。ちょっと腰、そう、こんな感じで下げちゃって、お尻の下になかなか自分のね、お尻を入れれないシチュエーションっていうのがあります。で、この時に使っていくのが、草刈りですね。トライポッドスイープ。ま
まあ、これは別にこの足外さなくてもいいし、外してもいいんですけども、D プラスを膝裏に引っ掛けつつ、腰をね、蹴り出して、足首をこうね、立っていきます。で腰の足を外して、スイープをね、引っ掛けますね。D プラスを足を掴むけども、相手が腰をこの段階で引いてきたと。で、ここから、これ別に外さなくても、いけるんですけども、今回は膝裏によくね、で腰蹴り出して、で最後起き上がるときは腰蹴って足を抜いて上までいきますね。でここからさらにコンビネーションとして入っていきました。でかけて、まあ、ただ相手がなかなかね倒れないなって思った場合は、例えばこれで、引っ掛けようとするんだけども、カウン、右足引いてみるところで、こういう感じになってきます。で、すると、角度が変わってしまうので、蹴り出せないので、そのまま左足を腰、で右足をこっち、流して、これで勝ってきますね。ディープ、足取りに行くけども、相手が落ちてきた。で、トライポット狙うけども、なかなか取れないように足入れ替えて、こうね。この3つが簡単にね、できるコンビネーションですね。止まらない厳しいと、で、下がりとか厳しいなってなった時に、ここからこれをシャローラストに変えますね。シャローラストに変えるとこういうことができます。相手をシャローでこっちに振る。振ったら、こうね、デラヒーバーかけて、相手の後ろを取りに行くことができますね。で、パンツの横が見えるんで、ここをキャッチして、そこから相手を崩して、テイクバックを狙っていきます。テイクで入っていくと。で、まあ、トボエとかちょっと厳しそうになった場合に、シャローに変えて、相手をこっちに振る。同時にね、自分の、巴投げ入るみたいにお尻をこっちに入れてあげるといいですね。でするとデラヒーバー巻きやすくなるんで、デラヒーバー巻いたらパンツのね横の、まあ、穴があればそこに指を入れます。で引きつけて崩していくと、まあ、ただし、注意点としてはね、この足深く入れすぎるとニーバーとかね着ロービーの場合取られることがあるし、まあ、その場合はねクラブライドとかに移行した方がいいかもしれないですね。ベーシックはこれを足を流してそのまま後ろをね取りに行きますね。